ちょっと何も見つからなかったんですけど、希望の森もう一回行きましょうかね。このエリアに着陸して、これってやっぱあれなんか、日没までは捜索できるけど、日没までは移動もできないっていう感じなのかな。なんかそんな感じはしますけど、なんかとりあえず壁が壊せるっていうのは分かったんで、あの骨の部分開けたんで、もうどん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 数を集めていきましょうかね。これでなんか全部みたいな選択できたらいいんですけど、これで呼び出して、おお、来た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 、いいねいいね、張り切っているかい君たち今日もよろしく頼むぜ。で、みんなついてきてる？ああ、大丈夫ね、よし。でね、そこにまた位置があるんで投げていって、でここにも位置がある。で、あー、こいつらって単純に敵なんですよね。おお、いけ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 、やばいやばいやばい、あー大丈夫ね大丈夫。魂が抜けたのは敵の魂ですね。いや、一瞬なんかピクミンやられたかなと思ってちょっとドキッとしたんですけど、そんなことはないみたいなんで。で、あいつやばくね、いけるかな。これちょっと数集めてからやってみるか。なんで投げる、でカメラの角度変える。寝てるね、寝てるのはちょっとそっちルートダメじゃね。ああ、前通った。怖っ。ただ、別に大丈夫みたいなので、じゃあ、もう一匹、行ってもらうか。ね。で、あとは、何かあるかな、近く。ない？ない？とりあえず、一人、フリータイム入ったんで、呼び寄せて、で、水ん中は、ダメよね。赤ピクミンって火に強いんですよね。っていうことは、水はダメ。何？何？何？ピーって言ったけど、何これ？ピーって言ってどっか行った。なんだ今の。敵？敵？敵？敵ですか？敵ですか？なんか、わからん、わからん、わからん。わからんけど、あー、いっぱい目が出てるね。いいね。あー、間違った、間違った。これで、近づいて、どん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 連打で、73まで増えたぞ。これを、みんな使って、おっきいやつに突撃したら、特に恨みはないけど、倒せるんじゃないかという、全僕の中での予想が今のところ、立ってるんですけど、どうでしょうかね。ちょっと行ってみましょうか。ね。昨日一匹やられたから、あいつに。ちょっと仕返ししようぜ、みんなで。よーし。どうする？後ろから襲うか。なに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 、敵？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 飛んでる飛んでる飛んでる。あれあれか、蜜か。あれが蜜なのか。ただ、いけるか、いけるか。いけるんじゃね、これ。いける、いける、いける。あ、大丈夫？食べられてる？食べられてる？あ、結構減ってる。結構減ってるが、結構熾烈な戦いに起こってて、彼らは暇してるぞ。ちょっと待って。行こうぜ、行こうぜ。みんなで行こう。ああ、めっちゃ減った。30匹ぐらい持ってかれたけど、大丈夫か、これ。大丈夫か、これ。大丈夫じゃないんじゃね？そんなことない？で、ね、残った人員は、ここの壁をとりあえず、ポカポカしといてもらうか。ね。数足りる？これ。わからん。わからんけど、早めに叩いといてもらって、で、彼ら集合かけて、で、あとは、電池もあるし、なんだこいつ、黄色い蜜をくれるのかな、倒したりしたら。お、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 ぶんどったぞ。ぶんどったんじゃねこれ。こっちの彼らも集合かけると、花になった。花になったのかな。花になったっぽいんですけど、これ何？カンカンがあるけど、特に興味を示さないみたいなので示さないみたいなので、多分何もないんだろうなっていう感じはするんですけど。で、そろそろあれですよね。お、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 いいぞいいぞいいぞ。じわじわと叩いてるんで、今のうちに
ちょっとみんなと合流しましょうかね。なんかピクミンちょっと足遅くね。うん、なんか光ったけど、あ、リスポーンしてる。あ、回復すんのか時間で。じゃあどん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 ピクミン集めていくことができると。でまた材料持って帰ってくれたんで、ピクミンさらに数が増えたけど、プラマイで言うとマイナスやんな。なんかそんな予感がしてならないんですけど、大丈夫かこれ、大丈夫かこれ。赤字運営じゃないですか。そんなことない、そんなことないですか。で、あ、違う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 、誰か誰か持ってきてそれで。ピクミンの目が出てきてるんで、引っこ抜いて引っこ抜いて、あー投げちゃった。でこっちも引っこ抜いて、なになになに、ピンポンって言ったけど、わからんわからんけど、あ、あれかな、開いたんかな、もしかして。ちょっと様子見に行きましょう。あ、開いてる。よーし、ナイス、よくやった。じゃあ彼らと合流して、おっきいやつはちょっとやばいんで、まずは手前のチビからやっちゃおうぜ。あ、叩いてしまった。やべ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 、回り込め回り込め、いけ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 、みんな行ったれみんな行ったれ、行っていけいけいけ、隊列隊列で隊列で、これボコるとかできる、いけるかな、いけいけいけんの、これ弾かれてる弾かれてる、大丈夫、じわじわと削ってはいるけど、こっちも削られてるんですよね。いけんのかこれ、隊列でボコボコしてる今。なんかあれ、これパワー足りへん。お、やった、よーし、やったけど数がもう23になってしまったけど、大丈夫か大丈夫か。一応花とかは回収してくれてるけど、お、部品、え、は、オニオンやん、マジ、あ、黄色、あ、そういうこと、これもしかしてこの辺にポイント合わせてみんな行ってもらって、こっちも行ってもらって、で黄色が生えてきたんで引っこ抜くと、おお。こっちはそんなに首凝ってなさそうかな。これは色が違うが同じピクミンのようだ。見たところ大きな耳と思われる部分がある。体は軽そうだが赤ピクミンとはどう違うのか注意深く観察してみることにする。ピクミンの持ち替えは A でつかみながら B、 A でつかみながら B、 あーすごい、じゃあ赤ピクミンに行ってもらおうみたいな、そういうことができると。え、ちょっと待って、ここのオニオンに持っていくわけじゃなくて、みんなあっちに持っていくんですか。え。え、これ何、飾りっすか。あ、キピクミンを返す。あー、あれ。あれ、もしかしてあれなんかな、キーピクミンが拾ったやつは黄色のオニオンに持って帰るとか。あ、みたいですね。じゃあなんか色のバランスをよくするには、キーピクミンでなんかたくさん取ってきてもらうとか、そういう工夫がちょっといりそうなところではあるんですけど、ちょっと一旦みんな帰ったと思うんで合流しましょうかね。帰ったと思うんでって言いながら割となんか苦戦してたっぽいですけど、あー、帰っては来てるね。なんで、いや、ただやっぱさっきの大きい虫、チャッピーでしたっけ、あいつ、なんかね、あいつに結構やられちゃったんで、なんともなんですけど、まあでもまた47まで増えたんでね、まあ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 、ぼちぼちといったところでしょうか。で、言うてる間にピクミンたちもね、回収して、で、一匹生えてるよね。よし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 。で、暇そうにしてるんで、彼も有効にして有効にして有効にして、でそれ一個持って行ってもらって、であっちも投げるか、あっちも一匹ずつちょっと行ってもらって、
裏でやっといてもらいましょうか。で、なんか岩があったんで、なんか岩持っていこう。岩ダメダメダメ。あーで黄色が、あー増えてますね。いいねいいね。じゃあ、あー違う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 、黄色をここで引っこ抜いて、これであそこの岩、何？これ何？この岩運ぼうとしてるのかな。何もない、何もない、何もないなら別にいいですよ。あ、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 持ち上げた。キピクミンが落ちていた奇妙な岩を持ってきた。どうやらこれはキピクミンの習性らしい。あ、黄色だけなんかこれ運べんので。いや、それにしてもこの奇妙な岩は何だろう。赤く光るひび割れは内部に高いエネルギーを蓄えてるように見える。電池じゃね電池じゃね、電池じゃね。これでもあれですよね、確かなんかピクミンのなんかアニメーション的なんで見たんですけど、爆発物ですよね確かこいつこれを例えばなんか向こうに持って行ってあそこの壁に設置すると爆破できるとか、そんなことないっすか。そんなことない。とりあえず一匹誰かあれ取ってきてあー外れた。ちょっと待って、一匹行ってもらう。で、あ、合流したね。よし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 。で、赤がこっち持って帰ったはずなんで、あーいますねいますね。集合かけて抜いていきましょうか。で、壁の位置がこれか、ここ。お、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 おーほーさっきキピクミンが持ってきた奇妙な岩は強力な爆弾のようなものだった。上に乗せたらいいんか。なるほどね。で、キピクミンはこの爆弾岩が強力な武器になることを知っていたの、いるのかもしれない。危険なので扱いには注意しなければならないが、これさえあれば道を塞いでる大きな岩の壁も崩されるのではないのだろうか。取り扱いの注意。爆弾岩を持ったピクミンを投げて仕事の指示をすると、自分の近くの壁や、外敵に爆弾岩を投げてくれる。投げて指示をすると、さらにそこから投げるので、爆弾岩の破壊力はとても強いので、なるべく離れておくこと。おー、なるほど。あ、死んだ。え、死んだ死んだ死んだ。待って待って待って、黄色で離れたところから離すと、よし、行け。で、また黄色で、あーで、後ろでうろうろしてるんで無事そうですねおー、いいね。なんかピンポンパーンって言ったんで、これで OK、 OK みたいですね。で、またどっか行けるみたいなんで、あ、ちょっと待てよ。これは集合かけて、集合かけて、で、キーピクミン、キーピクミンに持って行ってもらうか。ね。で、どこに持っていくっていうと、あそこですよね。ホームに持っていくはずなんで、これで黄色の数を増やせばいいんじゃないでしょうか。で、こっちの、また、やつは、数の暴力でね、やってしまって。で、あれか、なんか倒したら、あれなんかな、なんか、ピクミンの元が、出てくるのかな。で、飛んでるのがいるんで、やつを、あーっと撃ち落とせないか。これじゃあ、どうする。あいつは避けた方がいいよな。わからん、わからん、わからん。いやー、避けれるならば避けて通りましょうというとこなんですけど、これなんかチカチカ色が変わってるのは、なんかどういう意味があるんやろ。わかんないね。なんか、これ自体の色は関係あるんですか。なんか、ありそう。あ、ちょっと待って、起きた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 。もうすぐ日没。集合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 。逃げよう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 。相手してる場合ちゃうって、それは。うん。で、
持って帰ってもらって、でキーピクミンは向こうにいるんですよね。なんでこっち合流しようぜ。あ、行ってる行ってる行ってる、ナイス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 。で運んでるんで、でもうなんか仕事終えた、あ、黄色いますね、黄色いるんで呼んできて、あーで今これは芽が出てるんで一匹引っこ抜いて、であれ死んでしまいます、死んでしまいます、そんなバカな、そんなしまいや、ただ今もう隊列に組み込んでるはずなので大丈夫だと信じて、で持ち帰って、でここで爆破させると、あれちょっと待って、違う違うやつ投げちゃったか、ただただ近くにいるんで大丈夫だと信じたいけど、黄色の数は増えましたね。ああみんな同じオニオンに帰っていくのかな。あそこに置いてあった黄色は結局どうなんのやろ、あれはあれでついてくるのかな。わからんわからんけど、飛んで、あ、いないみたいな顔してましたね今多分。遭難3日目、ピクミンは赤だけでなく黄色のもいる、彼らは爆発する岩を身につけ運ぶことができるのだ、この爆弾岩を利用して岩の壁を壊せば新たな捜索ルートが開く、赤や黄色また爆弾岩を持った彼らは C で解散するとグループに分かれ、 A で掴みながら B を押すと持ち替えができる、うん OK で日没で死亡、今回ゼロですよ。戦いで死亡が72匹死んだんですけど、うんプラスマイナスで言うとプラス1ですね。ということで、ちょっとねパーツが今追いついてないんですけど、ただできることは増えてきたところではありますので、まあ、次回はねキーピクミンをうまく使ってどん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 壁をぶっ壊して次のね捜索スペースに進んでいければなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。